はい、皆さんこんにちは。前回オホリコインにね、生息する生物たちを軽くご紹介いたしましたけども、今日はですね、テナガエビ在来種がですね、捕獲できましたんで、ご紹介したいと思います。今ちょうどね、夏ね、繁殖期でね、結構卵を産むメスがね、準備をしたりしてますね。まあ、食欲も旺盛です。まあ結構ね、脚力が強いんで、バックするスピードが速いからですね、もう水中の中ではもう素晴らしくて、かなり捕獲するのに難儀します。ご覧の通り、ね、長いです。結構挟む力も強いですよ。まあこれ食べれるようですけどね、茹でたら当然ながら赤くなると思います。で、まあリリースはしますよ。これちなみにオスです。綺麗ですね、かなり。ヒゲもかなり長いですね。オホリコインにはですね、もうエビはかなりここね、生息してますよ。何万単位にいるんじゃないですかね。結構池のね、下を、底を見るとですね、ちらほら見かけることは多々あるんですけどね、さっきも言ったように素晴らしっこいからですね、捕獲するのは非常に難しいんですよ。テナガエビ、まあ、寿命は1年ぐらいって言われてますけどね。はい、よく見ると可愛いですよ。ね。はい。まあリリースしますけどね、その前に撮影しますんで、これで終わります。